決まった決まった、エース大村隆史、ついに Z1 クライマックスを制しました。どうだこのポーズ、かっこいいだろう。パパの仕事何何あいつ、ゴキブリマスク、みんなの嫌われ者だ。卑怯だぞゴキブリマスク。あパパ翔太、私たちのために一生懸命働いてくれてるんだよ。翔太のパパ、プロレスラーなんだって。すごい。なんて名前？ハルボドドパパなんて大嫌いだ。僕にまだできることがあるの。 Z1 出ることになった。あのゴキブリマスクが Z1 に出るんですよ。これ大スクープなんです。何ですか Z1 クライマックスって。翔太、パパな、今日も勝ったんだ。あと2回勝てばチャンピオンに。ならなくていいよ。キブリ、大人になっても好きなことを続けるってすごいことなんだよ。ゴキブリマスクがパパの好きなことなの。おい、あ、ゴキブリ、どうした？パパは強いから大丈夫。今は無理しないで先のことを考える。先なんてない。何やってんだよ。ただのゴキブリだ。大事なのは勝つことじゃない。ヒーローだけだとプロレスつまんないじゃないですか。立てゴキブリ。人生のチャンピオンベルトをつかめ。マスクを取った。パパは悪者チャンピオン。